では今回から新たにスタートいたしますモサ列伝シリーズをお送りしたいと思います。まあ、これはですね、これはですね、旅に出てくるモサという言葉で、まあ、モサ列伝という形でね、皆さんに紹介していきたいと思います。で、決してね、最初から名前は言いません。で、ヒントを伝えていきながら、一体誰なのかな、この人は誰なのかなっていうようなね、楽しみ方もしていただければと思います。アシスタントじゃないけど、はい、アシスタントで入ります。まあ、ちょっとね、いろいろとこう一つ一つこう、キリのいいね、一人のトークもなかなかいいって言われるんですけど、ちょっとね、最近どうもちょっと不調なのでまあ妻にいろいろとね聞いていって、それから皆さんにお伝えしようかなと思っております。モサっていうことは、うん、パパよりも上なわけですね。いや、あのね、上と言わずに、うん、年下の人でもね、あの、自分が見てね、あ、これこの選手はもう本当プロだったなというね、うん、そういう人について語っていこうかなっていう。やっぱほら、年齢が上だったら、うん、結局私も当時のことを ね、 ね、やっぱりね、知らない人結構いるからね。ただ名前としてはきっとね、聞いたことあるとか、中にはね、うん、本当マニアックな人もいるかもしれないから、うん、そう、うん、だからね、答えは基本的には言わないから、うん、じゃ純粋なね、私としては全く知らないので、うん、質問を、うん、はい、お話、話の中から引き出していきたいと思います。はい、では参りましょう。ヒント、はい、お願いします。ヒントはね、まあ、同じチームの先輩ということがまず第一ヒント。一番最初の球団っていうことかな。そうそうそう、うん、一番最初の球団だね。でね、足に関してのスペシャリストなのよ。足に関するってことは速かったりとか、うん、まあ、これがまあ2番目のヒントになるかな。まあね、もうこの時点でね、すでに分かってる人ほとんどいると思う。うん、あの、野球通の人はね、多分ね、この辺でね、ほとんどね、あ、大体この人だなっていうよりもね、あ、もうこの人だっていう人はね、結構いると思う。まずエピソードからせっかくだから聞こうかな。エピソードはね、うん、キャンプでね、うん、同部屋になったことがあるのよ。で、その時にね、スパイクってわかるやろ。わかる。キャンプでも、うん、まあ、自分のこう一足分持っていくぐらいの程度なのよ、うんうん、あのグラウンドにはね、うん、ただね、その人はね、うん、あのバッグの中にね、うん、スパイクが7足ぐらい入ってた。スパイク専用バッグみたいな感じ。スパイク専用ではないんだけど、うん、スパイクの、うん、スパイクがもう7足ぐらい入ってあったので、それでね、あ、やっぱり足のスペシャリストだからね、うん、まあ、まあ、いっぱい持ってるんだろうな、うん、まあ、プロはみんな大体こう何にしてもいっぱい持ってる人結構いるから、はいはい、まあ、いっぱい持ってるんだろうなっていう程度ぐらいだったのね、うん、でそれまではやっぱりほら、あの、一緒の部屋になったことはなかったから、そんなに深く聞けなかったんだけどね、うん、その時はね、ちょっと聞いた。あのね、どうしてこんだけスパイクあるんだって聞いたのよ、うん、そしたらね、すごいよ、あのね、球場によっての土質とかね、うん、雨が降った時の土の重さとかね、うん、そういうのでね、スパイクは変わるっていうのよ。ああ、そう。で、そのために、うん、このスパイクはどこどこの球場用、このスパイクはどこどこの球場用っていうのがね、うん、もう自分の中でね、綺麗に確定されてるみたいで、うん、でね、やっぱその時にね、言われたのがね、やっぱこうスポーツはね、何でもね、足回りがしっかりしないと、もう何事もうまくいかないってよく言う、うん、よく言うのよ、うん、で、やっぱりこう車でもいくらね、上物がいい、かっこいい、うん、上物でもね、やっぱタイヤが、足回りがガタガタだったら、こんなのいくらよくっても意味がないってね、ぐらいの感じでね、うん、そういう話をね、教えてもらったことがある。あ、よくね、陸上選手でもね、普通の急走る場所によってね、うんうん、そう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 、それそう、だからね、俺はね、あの、どっちか言うとね、うん、無頓着だったから、うん、そのスパイクのね、こともあんまりこだわらなかったしね。でね、もっとね、すごかったのがね、うん、あの、こう、歯ってね、こう、だいたいこう三角でこう1本、2本、3本ってついてるのね、うん、はい、この前の方に1本、2本、3本で、後ろの1本、2本、3本ってついてるのね、うん、だね、全部で剣がね、全部で6個あるのに、うん、8個ぐらいあったりとかね、うん、それは OK なの、規定上。そう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 、うん、そういう風にね、ちょっとね、で、スパイクのね、この剣の位置をね、だからね、あの、まあ普通に売ってる、まあノーマルってあるじゃない、うんうん、まあ、あの、標準っていうのかな、それよりもね、ちょっと前に出したりとかね、うん、なんかね、いろいろとね、そこはね、こだわってる
感じがすごくあった。あの走り方がすごく綺麗なんだよ。でね、小さい時からね、私も陸上部でこういろんなフォームを作ったりね、腕の振り方ってやってきたけど、あの、ね、やっぱりどうしてもこう頭が少し上下運動するんだけど、もうね、本当にね、もう滑ってる感じなのよ。アイスバーンの上、これのさーっと滑ってる感じでね、忍者みたいな感じ。タタタタタみたいな。そう、タタタタタって言っちゃうんだよね。もうね、それがね、すごくね、あとこう、それに、その後に最終的にはほら、ベースに入った時のスライディング、うんうん、で、普通はスライディングってこう、どうしてもこう、摩擦があったりとか、スパイクのこう歯でね、とか、スパイクでグッとこう、あの、押さえつけて、ちょっとスピードが緩むんだけど、さーってね、逆にベースの近くにいたら、スポーンって足が入ってくるタイプなのね。だからね、そういうのもね、やっぱ参考になったかな、すごく。うん、昔のさ、そのチームっていうことは、うん、あんまりそのメディアとかにも出なかったと思うけど、でもね、でもね、この人はよく出てたよ。本当に？うん、やっぱよく出てた。いや、テレビで見る、うん、その人柄っていうのもあるんだろうけども、実際に近くにいて、人間性っていうのはどういう感じだった？ね、現役もね、一緒にね、12、3年ぐらいか、12年をやってるんだけど、俺が見る限りはね、怒ったことを見たことがないんだよね、一度も。でね、やっぱりね、感情的になっていい場面のところでも、そんなにこう感情がこう動くっていう感じの人に見えなかったから、あ、こういうのもやっぱりこう一流選手になるためには必要なんだよねっていうのはね、やっぱこう近くにいて感じた。乱闘でもね、もう俺がいた時にはもうスターの人だったから、もう記録もたくさん持って、だからね、あの基本的には乱闘をしない方。あ、そうか、なんか役目があるって言ってたもんね。うん、その方はね、なんかバーってやってるっていう雰囲気はまずなかったかな。どっちかって言ったらね、分からない。あ、そう、なんか近くにいたみたいな感じの感じだ。多分ひょっとしたら外側にいるんじゃないかな。でもかえってさ、そういう人の方がさ、あの怖かったりするけどね。ああ、まあ、あの怒ったら誰でも怖いけどね。野球選手としての、こだわりとかさ、考え方とかどういうふうに、あのね、まずキャンプの時なんだけど、やっぱりね、そのほら分からないわけよ、その球界のシステムというのかね、でほら、もしあのほら全体でランニングやってる時ってあるんだけど、その時ってやっぱこうほらカメラマンでもうみんなこう正面からもう待ち構えてるじゃない。そうなんだ。うん、大体こう向こうからこう3列ぐらいでダーッとこうやって撮るポジション、グラウンドを撮ってあるんだけど、もうみんなね、正面パシャ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 って撮ったりとかね、ちょっとこう脚立の上に乗ってちょっとこう上からこう撮ったりするんだけど、いや、それでもね、やっぱりね、映るのはね、やっぱ前の方なのよ。まあね、そうするとね、俺ね、あの若手のリーダーって言われてる時にね、その人にね、あの最後部屋でね、戻った時に、今日松お前何番目に走ってたみたいなこと言われて、で自分が前から2番目の真ん中ぐらい走ってましたったら、どうして先頭走らないのって言われて、えって言うから、いや、松が先頭に走ったらこのチームは松永が引っ張ってるってね、誰が見たって分かるじゃないかって、だから前で走るのは絶対に前に走らなきゃダメだよって言われて、翌日から一番前の左のポジションにもうずっと、だからこれはね、20歳ぐらいからもう30ぐらいまではその姿勢10年間ぐらいやったかな。あ、そう、その球団変わっても、そう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 。でね、それでね、あのその人はね、大体ほらベテランになってくると後ろの方で走ってくるわけよ、だけどね、俺に言った手前なのかね、俺の横にずっとこう、まあ列は3列で1段こう外れるんだけど、ずっとついてきてね、でね、最後ね、キャンプ1ヶ月終わったらね、松ありがとうねって言われてぐらいな、そのね、あの結構ね、あの感動を、ね、させてくれるような人、結構なんていうのかな、後々のさ、につながる、こう重要な、そうだからね、これはね、次国母に行ったんだよ。あ、そう、俺国母に言ったから、まあ、国母が内川に言ったんだよ。おお、っていうふうにつながってる話だから、すごいね、やっぱり。そうだから、まあ、まあ別に俺がすごかった、俺はほら伝えただけだから、先輩に言うことを伝えただけだから、そのやっぱり昔のそういう伝えっていうのはね、今こうやってつながっていくっていうのはすごくいいことなのかな。ちなみにそれまでは誰が先頭走ってたの？ああ、誰だったんだろう。だからそんなあるんだろうなと思って、きっと誰だったんだろう ね。でも俺はその方に言われた時にはもうその方は走ってなかったもん。だからね、誰だったんだろう、ちょっと気になったんだけどさ、あとね、ヒントとすればね、バットがちょっと違って、あの変わってた。バット、バット、バットってそんなみんな変わるもんなの？あの変わるというか、ほら、あの
ポン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 変えるんじゃないんだよ、うんはい、最初に自分の決まってる形が普通の人よりもちょっと変わってた、うん、あなんか言うよね、かおおなんていうのか、重心をどこに置くとかさ、その人のこだわりでさ、もう形、あ形が違う、もう形が違う、うん、あのね、土の子バットって言ってね、土の子ってわかる、あのほら、あの尻尾がちょっと太くて、そう、お腹が欲しくて、でぼやーっと出てるの、うんうん、このバットを使ってるって有名な人だったの。あそう、じゃあもうこの辺でもだいぶ分かってる、うん、もうね、この辺まで来ればね、もうね、大体ね、もうね、でね、あとね、うん、もう本当分かりやすいヒント言うとね、うん、球団がね、うん、その人の足にね、1億の保険をかけた。へ、うん、現役の時に、もし故障したらね、1億を降りるっていう。うん、そうなんだ。そう、え、ちなみに保険かかったことある？ないないあ、そう、それは、うん、プライベートでね、ゴルフでね、よく負けてね、うん、あいつは握りの保険っていうのはよくあったけど、俺でも、そうやって保険がかかる選手っていうのは結構、いやいや、いな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 い、そんなにいないよ。じゃあもうかなり今だってシュート、ソフトバンクいるけど、うん、シュートなんて球団が保険かけてないんじゃない、足にまあそれはね、わかんないけどね、聞いてみないと、ね、いや、多分かけてない、うん、かけたら絶対話題になるはずだから。あ、そうかそうかそうか、うん、かけてないと思うよ。自分でかけるのは別だけど、うん、球団がかけるんだからね。それで話題にもなったんだ。もうなったなったなった。だから1億だよ。1億の保険かけたんだから。そうだね。球団が、うん、うん、そのぐらいにやっぱりこの人はもう足にもう対してはもうスペシャリスト。じゃあその方は、うん、生涯現役生活何年続けたんですか。いやもう20年ぐらいやってんじゃないかな。うん、もうヒットもね2500本ぐらい打ってるし。あ、うん、じゃあ後輩から見て、うん、野球選手として の、 そのメンタル面とか、うん、そういうのとか、あのね、うん、鈍感力っていうのがね、うん、この人には少しあるみたい。鈍感力、うん、だからこうなんかさっきも言ったように怒らないっていうのはそういう感じじゃないかな。なんかほら、うん、自分が何か嫌なこと言われてるんだけど、もうそんなもん聞いてもしゃあないわみたいな感じで、なんか鈍感にいるっていうところがあるようなところを持ってる人のような気がする。なんかプロともなればさ、うん、すごい神経質なさ、あ、いるね、いる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 、うんうん、極端なんだろうねきっとね。そうもうね、ほんと神経質神経質でいる人なのか、うん、やっぱりこうその鈍感力も兼ね添えた感じのところも持ってる人も結構いるね、うん、だから両極端かな。そうだね、あの中途半端がいないのよ。そうそうそう、だから両極端なんだろうねと思って、うん、繊細でもない大胆でもない、うん、鈍感力もそうでもないっていう人はね、やっぱりね、うん、メンタルはやっぱやられるから、うん、やっぱ上に上がっていけないよね、うん。さらなるヒントはね、あのね、その当時の日本プロ野球界で多分一番小さかったと思う。あ、背丈がってこと？そう、小柄でね。野球選手皆さんね結構ね大きい大きい人が、あのね、俺も180あるんだけど、うん、180ある俺でも大きいってブルーじゃない、もう185とか100、ね、もうそんなのいっぱいいたから、そう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 、うん、その方にも言われたことあるんだよ、うん、昔ね、俺がどうして首上げなきゃいけないんだだからね、俺ね、膝曲げて喋ったことあるよだからね、自分がね、その後を引き継いでね、俺も背の高い後輩がいるとね、おい、俺がどうして上向くんだよ、下下がれって言ってね、全部ね、膝曲げさせてね、会話したことがパッと頭に浮かんだのが、うん、高橋さん、そう、デカ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 がね、190何倍あるときね、俺と話すときね、俺いつもこうだからね、お前ちょっと高いよったらね、デカがもう沈んでくるんだよこれね、そう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 っていう感じでね、うん、だからね、あ、その人と俺ってこんな感じだったのかなと思って、うん、答えは皆さんがコメント欄に書いてくださいね。まあ、あの思い出も一緒にね、あの記憶に残るプレーも書くとこう長いでしょうから、もう本当にこう誰誰っていうね、名前。あ、でもさ、私からしたらさ、コメント欄にその方の思い出のプレーとか、うん、特徴とかさ、うん、なんか懐かしいエピソード書いてもらえたら、うん、まあまあね、それはね、ただほら、あの長くなるのも嫌だし、長くなるの嫌なんだけど、なんか一言で文章力がね、これはね簡潔に短くだから、文章力が皆さんに要求されるから、そうするとまあいいんだけど、それでもね、知らないさ、プレーとかさ、うん、ああ懐かしいの試合ってよく聞いてるかもしれないから、うんうんうん、まあ、あの懐かしい人はね、そのまあ私と同じぐらいか年齢の上の人とかね、もうちょっと下の人はね、あの、ああそういえばあの時はこんなプレー見てね、この人でね、あのちょっとパワーもらったなとかね、元気もらったなとかっていうような感じに、ね、なってくれればいいかなっていうね、はい、ということで、皆さんもうお分かりでしょうか。今回はここまでということで、次回のおされつねをお楽しみください。松永が送るおされつね、これにて。